はい、皆さんこんにちは。ルナトシのトシです。ルナです。集まれ動物の森。ルナが昨日から始めました。はい、パパも昨日の夜ちょっとだけやってみました。はい、ちょっと紹介してみましょう。はい、はい。そこら中にゴミが捨ててありますが、ゴミ捨ててあるね。まだやり方がよくわかんない。そうそうそう、木邪魔くせ。なんで？ネズゴじゃん。はい、作ったの？作ったのだ。今日の朝に。ちょっと待たれよ、待たれよ。あなたを呼び出してやろう。もしもし。それで一緒に入れるの？ジョイコンのお裾分けできんの？へえ。ジョイコンでしょ？うん、ジョイコン。これプロコンでできるの？できるよ。ジョイコンのお裾分けもできますってだけだから。ルナとシさんのコントローラーで L と R。押しました。もう。トシルナさん、L と R。ん？同時に押す。あ、なった。よし。パチパチパチ。じゃーん。パーティーモードの遊び方。パーティーモードは一人がリーダー、それ以外の住人がフォロワーとなって一緒に島で時間を過ごすモードです。リーダーとフォロワーはできることが異なりますが、いつでも交代できます。リーダーができること、普段と同じように遊べます。リーダー交代。リーダーのコントローラーを軽く振るか、スマホの住人呼び出しアプリでリーダーを変更するを選んでください。フォロワーができること。会話やスマホ、ポケットは使用できませんが、道具を使ったり、家具を動かしたりして、リーダーをお手伝いできます。フォロワーが手に入れたものは、案内所のリサイクルボックスに送られます。操作法一緒。 OK。 動物の森、1台のスイッチと1つのソフトで、2人で同時でプレイできるみたいです。はい。で、一応コントローラーもジョイコンだけでできる感じなんだよね。うん。で、今ルナがメインになってて、パパが動いても画面から出ちゃいます。これは今発見しました。あんまり離れすぎるとあのエンダーマン的動きをできるみたいですね。ボン。じゃあルナ、ルナもエンダーマンやってみましょうか。あ、ちょうだいちょうだい。おーい、ちょうだい。メインのコントロールちょうだい。どうなるの？エンダー。はい、コントローラー振るとこういう風にチェンジって出ますんで、ポイッ、いただき、取られた。これでパパがメインになります。ビダッシュ、ビダッシュ。あれ、パパ Y をしてた。ビダッシュ。おお、キュキュってなった。待てー。あー、ちょっとちょっとちょっと、ねえ、そこが置いてかれるこういう鬼ごっこもできそうだね。タッチタッチタッチ。鬼が来たぞー。あ、そうか、パパがメインになってるからこれこうなるの。おい、捕まえたよやだあ、メインくれ。メイン、はい。はい。おい。どこ行った？どこ行った？パックパチンコ。え？あ、いた。近すぎた。あー。ていうかコントローラーでさ、上向いている？こうやって。
向けないんだよ、これ以上。ええ、右のコントローラーの、右のレバーの下を押せば上向くよ。下向いたじゃん。逆。ほら。本当だ。はい、こんな風になんか慣れると切り替えも早くできそうで、結構便利です。楽しいです。わ、ルナ頭になんか三角ついてる。私がリーダーだ。こっちへついてこい。はい。これ二人バラバラな場所行くとどうなるんだろうね。あー、詰まったー、ここはダメだ。あ、なに、炭治郎やるじゃん。すごい。パパ拾ったらさ、リサイクルボックスに入れるじゃん。そうか、着れないのが、着てから来なきゃいけないの。うん。ありがとう。これパパのメール見れるのかな。見れるんじゃない。見れないわ。え、釣り竿、どうして釣り竿出した、パパ。ここ押すとね、道具の持ち替えになる。持ち替えできないよ。上ボタン、 X、 X を押して選ぶしかない。二人でビラビラで見て、パパ昨日の夜捕まえたの。すごいね。これブラックバス。これ船じゃない。船。この上のがブラックバスやろ。上のがブラックバス。熊の実とヤドカリ、ヤドカリ見つけたよ、ほら。すごいな、ヤドカリいいね。貝拾おうとしたら歩き出したんだよ。ブン。バフーン。じゃあルナンチは、ルナンチはずーっと上。あ、これもプレゼントだから。あ、拾っちゃった。リサイクルボックス。リサイクルボックス。リサイクルボックスに入りやがった。おい。お、そうなの？パパ消えちゃうんだね。ちょっと入っていい？いいよ。入れるの？あ、パパどこ行った？パパどうなるんだろう。あ、来た。ちょっと待って、リサイクルボックス。あった。これももらっとこう。ああ、怒られた。まあいいや。パパ、いろんなあのジェスチャーできないのかな。ジェスチャー、ジェスチャー。ちょっといろいろボタンを押してみていい？え、いいよ。ポイ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 。あ、ごめん。ポイ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 。なんも動かないわ。動物に話しかければなんかジェスチャー使えるようになったりする。何やる？あ、ルナンチ、ルナンチ。おい、早く来い。見て、この星型池。あ、これ星型？星型池。あれ、パパジャンプした。そう、ジャンプできるんやぜ。ああ、ちょっとこれは、フータさんに全部あげます。フータさん用？フータさん用魚です。魚と虫です。魚虫へ。パパお、お家建ってんじゃん。これ、ルナンチ。おい、入れなかった。ガクンってなった。ルナンチ何もない、まだ。まだ何もないね。あ、ソファあるよ。あ、座った。あ、見てこの鏡、見るからになんか怪しいでしょ。うん。床置き？そう。机ないから。これね、髪型とか変えれるやつだ。これ何落ちたら、さっき座ったんだろう。L スティック横に。おやすみ。どいて。はい。ああ、ああ、なるほどね。え、電気も変えれるの？あ、収納何も入ってない。よし、じゃあ釣りでもしようぜ、釣り。いいよ。
しゃ。おい。うまい。わふう。なんか今言った。あ、あ、これタケルだよ。しか。じゃあ、あ、かわいそう。なんか嫌な顔した。ハンバーガー、ハンバーガーちゃんどこにいるかね。ハンバーガーちゃんね、昨日の夜釣りしてたよ。あ、シャベル欲しい。何これ。お金入っとる。光ってる。うん。お金、これお金踏んづけるな。お金だー。シャベルないんだよ。ルダ蜂に一回も会ってないんだよね。木揺らしまくってたら蜂合うよ。めっちゃ揺らした。あ、瓶だ、瓶くれ。あ、あれつって鈴木でしょ。あ、バルーンもある。ちょっと待って、じゃあバルーン、バルーン行こうぜ。パパパチンコ持ってる。バルーン、バルーン、パチンコ。そのもん持ってません。一個、あ、ふふー。ルダね、二個作っちゃったんだよね、間違えて。おい、下手なんで、おい、おい、遠くで、おい、取るなよ、お前、取るんじゃないよ。わふー、やったー。ちょっとマイルが溜まりました。あ、違う、タヌキマイレージプラス。これいけそうだね。5匹、5匹する。なんかかける人がいっぱいあったね。うん。ちょっとあのプレゼント見たい。な、中身。走り方が可愛いよな。走れる？パパ。え、いやいや、普通に歩いてる姿が。はん？走れるよ、ほら。歩いてる途中に B を押せば走れるよ。さあ、何でしょう。5000円。お財布。パパのお小遣いにしようか。DIY 好きなお前、あ、好き。ハリマオくんや。ハリマオくん、誰か知ってる？知ってる、知ってる。葉っぱ？葉っぱの DIY レシピもらっちゃった。葉っぱ作んの？葉っぱ作る？木から取ってこればいいだけじゃね？葉っぱ。ね。釣り釣り釣り。さっきのでかいやつ、魚影、魚影。あ、気持ち悪いのあった。船虫でしょ、船虫。うん、キモいキモいし、海行ったらいっぱいいるよ。逃げてきました。いた。トウ。ちょっとちっちゃめだけど見えない。ちょっと待って、ルナ釣り竿ない。あれ、どこ行った、釣り竿。あった。イカー。イカだー。おいしいぞー。これ左下の地図じゃちょっと邪魔だね。二人をやると容赦なく出ちゃうね。出ちゃう。お、でかいよ。ちょっとルダ釣り苦手なんですよ。え、鈴木。ねえ、なんで鈴木？ルダ鈴木。ここ、あ、こ、え、ここにも、ここにもいっぱいある。このお金の。お金の穴。お金生えてくる。お金は生えてこない。あ、さ。じゃあパパ。見えない。見えないよわかんないじゃんこれ。近すぎ。もし離れてたらわかんのに。これ？斧あった。どれ？やったー。
はい、パパの小遣い。だってパパ拾ってもさ、どうせあっち行っちゃうじゃん。あ、そっか。あー、もう壊れた。どんだけ 枝出してんの。うん、こうやってたらね、蜂が出たんだよ。ルダ、お薬持ってるから安心、安全。そういえばパパ治ってる？あ、治ってる。昨日の夜、目ボンボンだったの。あ、違った。桃生えてるのかと思ってた。ルダも持っとる。ボンボン植えたい。でも、あれか。あ、ハンバーガーちゃん。ハンバーガー。ハンバーガー。あ、釣りしてる！釣りしてる、してるやっぱ。ハンバーガーちゃん。釣れる？釣れる？釣れる？ハンバーガーちゃん。タポテ。ゲンゴロウいた。ほらゲンゴロウ。あ、ルナ虫取り網なくなったんだった。下手。ゲンゴロウ難しくね。うまい。ゲンゴロウ、ゲンゴロウ結構むずいよ。川に見る。アメンボだ。そういえばねずこ竹いらないの。竹、竹ないんだよ。人間に戻したの。うん。ふうたさんにこの魚たちや、あ、なんかでかいのいる。ここどこで欲しいけね、釣りにくいんだよ。頑張れ。お、びっくりした。じゃあルドはここで見守っております。難しいでしょ、この星型。おい、あっち向けな。こっち向け。ねずこちゃんも頑張って見とるよ。あ、違う違う違う、これ登録するのめちゃくちゃ大変だった。ちょっと見えない見えない。違う違う。ルナ抜いた。え、フナ。来い。来いだ。またここで。かっこいい。このさ、星形池に鯉いっぱいいるんだよね。前もここで鯉釣った。はい、いかがだったでしょう。初めての何これ、あつ森。はい。やってみました。また時々進展を出していきたいと思いまーす。思いまーす。それじゃあまた見てください。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。今度パパが炭治郎来て。あ、次炭治郎で出たいよね。うん。炭治郎来てもう一回動画撮ろう。